今朝の県内は穏やかに晴れているところが多くなっています。その分今朝にかけては地表付近の熱が奪われる放射冷却が進みまして、最低気温は丸森でなこさんがお住まいのところでは1度まで下がりましたし、近くの渡里町のポポンタさんのところでは霜が降りるような冷え込みとなりました。ただ今日この後日中は引き続き晴れまして、気温は大きく上昇、最高気温は仙台で19度などと昨日と同じかやや高くなりまして、昼前後になりますと長袖1枚でも過ごしやすい体感となってきそうです。